夏美ゆかです。資生堂マキアージュのイベント近所で開催されてましたので行ってきました。今回一押しのリップがこの5色ですけど、このリップも使いつつフルメイクをプロのメイクさんにやっていただきました。私ブルーベースなんですけども、メイクさんによると、ブルベとイエベとそれぞれのカラーをミックスするっていう技もあるって教えてもらって、それ後半でやりますのでぜひご覧いただければと思います。それと肌の質感、私はマット好きなんですけども、ツヤとマットをミックスする技もあるそうです。それもこの後メイクの様子を動画にしましたのでご覧いただければと思います。その人の性格を診断してぴったりのカラーを選ぶみたいです。私一人で入る時もあるし、ミーティングでみんなと入ることもあるから、これは迷いましたね。あと占いは一切信じないのでどっちでもないんですけども、もう一回占うのも面倒だなと思って今日の5色は重ね付け用というわけではない。重ね付け用のものもございます。こちらはニュアンスカラー、こちらはチェンジカラーになります。チェンジカラーっていうのは、これは色がお客様の口元につけるとその方に合わせて変わるってやつ、変わるという。これって水に触れて変わるってことですか。反応していきますので、多分こう多いかとか少ないかとかも多分いらっしゃると思うんですが、その中で多分色の出方が皆さんそれぞれ違ってくるんじゃないかなっていうふうに、下のコンテンツはお試しいただけましたか。何かこうパネルに触れたりして、イエローでしたね。イエローでした、はい、どうでしたか。イエローですと、これですね、注目の的こちらですね。実際でもイエローをつけるとどう変わるの？イエローも本当にそのままなので、唇のこれも色素、その方によって色って違ったりすると思うんですが、すごくこうナチュラルな、透明感のある口元に演出される方もいますと思うんですが、例えば今日のローズレッドでしょうかね、そういった色に重ねていただくと若干オレンジっぽいニュアンスが加わることによって一方をいろんなように楽しめるっていうことがあるので、結構この私はイエローはすごくおすすめでございます。なんかブルーを重ねたりイエローを重ねたりと、グロスバージョンは結構ありますけどね、名前カノウチと申します。少し赤みが出やすい。そうなんです、アトピーが出てきました。クレンジングローションではなく、プログラムの乳液で、乳液でも、そっか、乳液の方がいいかもしれないですね。乳液の方が油分があるので、メイクしてちょっと崩れちゃったとか、そういった時には直しやすいアイテムですね。マキアージュは何かベースとかパウダーのパクと毛穴が消えるんですよね。
ただお客様の目元のパーツとかの、うん、魅力的な大きさをお持ちの方なので、うん、何かこうちょっとつけるだけでも華やかさっていうのはプラスされる方ですよね。なんか毛ばくならないようにっていうのは意識しますね、はい、うん、じゃあ今日も毛ばくならないようにというところと何か他にこんなイメージで、メイクしたいとか、何かもしこだわりみたいなものがあったら教えてください。いつもメイクさんに自由にお願いしてて、自由が好きなんですね。その方がやりたいような感じにした方がいいですよね。承知しました。で、悩みは何と聞かれたらアトピー持ってるってことと、あと毛穴が気になると、はい、でコンビネーションスキンですと、あとはシミが、ベースのところでは、はい、毛穴のところとか、例えば髪のところとか、うん、そういったところをつるんとした印象に見せるために、例えばスキンケア効果みたいなものがあるって考えると、こちらの方が効果が高いです。でも、つるん感でいうとこちらの方がいいです。新しいタイプの下地です。中央につけますね。左のはよく見かけますけど、右はあんまり、はい、分かりですね、ぐらいに発売した新しい新タイプのものになります、うん、これは毛穴とかお肌をつるんとコーティングするだけじゃなくて、うん、パール剤を2種類入れていて、明るく見せるところのパール剤の効き方と、うん、暗く見せたいところのパール剤の効き方がちょっと変わるんですね、はい、暗いところにパールってあんまり考えたことなかったんですね。これブラックパールというパールを入れていて、はい、それがちょっと影を作るような効果があります。だからまあ普通につけても立体感が勝手にできるっていうことです。とブラックパールと違うパールが入ってるんですか。はい、そうです。明るく見えるのホワイトパールという感じでクル10で行いますね、はい、お客様はちょっとセンシティブでいらっしゃるので、例えばつけ方もスポンジでももちろんいいですし、うん、こういったブラシでもいいの置いていくように置いていくようにフィットさせていった方がキメにの乗る効果が高くなるので、うん、化粧持ちも良くなります。ただ場所によって例えば小鼻とか、うん、そういったところは毛穴が存在するところです。誰もここって毛穴が多いところなんですね。そこは逆にフィットといってブラシを下から上に入れるような、この毛穴にどちらかというとこう密着するような感じにブラシを当てていただいて動かすと崩れ防止、よれ防止につながります。あ、さっきまで汗かいてたはずが、はい、あ、すごい。アトピーって3年前に急になったんですよね。それまで全然皮膚科にも行ったことない、健康な肌が突然になるんだと思って、なんか子供の頃からアトピーの人って多いですけど、まさか自分は急にと思って、それまで好きなのやっぱりコスメ使ってたのに急にこう選んで使わなきゃいけなくって、っていう、何でしょうね、食べ物が原因だったのか。反対失礼します。上げたり下げたりしないで目に沿ってって感じ、はい、目に沿って行いました、うん、で目元がこれだけ魅力的な方なので結構色で勝負しちゃうと多分、はい、派手になっちゃうので、うん、アイラインとかも、はい、シークレットライナーといって、はい、隠れたような感じで出るライナーになります。決して強調タイプではないです。影みたいな感じで見せるような、うん、ニュアンスの、うん、アイラインの目式ですか。目式ですね。あ、なるほど、色が似合う。目に合わせるんですね。はい、例えば艶と、はい、まあ、質感をこう混合させるっていうのが今年のすごいトレンドです。あ、ミックスするんですね。いつも私マットにしちゃってました、はい、汗かきだからこうマットにしたいっていう意欲が強かったのかもしれない。意欲すごく感じたんですよすみません、勝手に感じたんですけど
だったら逆になおさらちょっと目元とかツヤっぽくするのも一つなのかなって、うん、それであんまり色で勝負するっていうよりもツヤ感とか あと自然に馴染む色を選ぶことによって強調されるんじゃないかなと思います、はいはい、でこういったヌーディーな色も多分お似合いになるんですよ、うん、こういったものも、はい、特にこの色、オレンジ303とかもすごくお似合いになるかなと思うんですが、これ可愛いですね、はいちゃんと説明が、はい、そうなんです、分かりやすい、どちらかというとこちらの方が立体感を作るタイプになるのです、はい、そこまで彫りを深くするとか、はい、いらないかなと思ったのでこちらがおすすめ、はい、上からちょっと重ねますね、ニュアンスをこうやって変えることもできますし、次に使う色を取っていただいたら、今お客様がついているつけていらっしゃるアイシャドウの上に同じ形で重ねていきます。このアイシャドウすごく綺麗に入っているので、それを損なわないように同じような感じで入れてます。やっていただきたいなと思うのが、この目の下のこの膨らみのところのギリギリのところにちょっと濃い色を入れていただきたいなって思います。濃い色を入れた方がいいですね、明るく見せたいわっていう場合って結構ライトタイプのものを入れたくなっちゃうんですけど、はい、入れると、うん、例えばちょっと頬の長さが長く見えたり、うわー、重長なんでおっしゃってましたが、例えば濃い色を入れてから明るい色はいいと思います。こうやってちょっとニュアンスを変えるっていうのはいいと思います。全部明るい色だけで統一しちゃうと結構白っぽさみたいのが目の下からヌーンって感じるので、番号何番の？ピンクの222、あ、222、はい、これは目元でオレンジ色を選んだので逆に反対色のイエローベース、ブルーベースという風な組み合わせにして、逆に統一感をあえて出さないことによって今っぽいトレンド感を出しますね。ブルベとイエベ用ミックスっていうことなんですか？そうです、ブルベイエベミックス。例えば派手になりたくないなと思ったら、うん、目元のイエローベース、イエローベースで整えて、うん、ここだけ中央だけ違う色で抜いてあげるといいです、うん、その逆はありですか？もちろん逆もありです、うん、ベースとアイシャドウとこのチークを整えて、うん、口元にガンとポイントを置きたいなっていう時は、うん、イエベイエベブルベっていうパターン、それは初めて知った。面白いですよね、この色の組み合わせって。こう骨がある方なので、うんうん、そうなんですよ。それこそそうですね、下をくぐらせるぐらいでいいかもしれませんね。くぐらせる、うん、この頬骨の下に沿って入れてあげる、へこむところって影になるので、うん、へこむところを狙っていく。口元取ります。じゃあ最後口紅をつけます、はい、イエローをちょっとつけてませんか、はい、重ねるっていう感じ。まずはちょっとベースで使っていただきたいです、はい、一色でもどのぐらいの色で出るのかなっていうふうに見て楽しんでください、はい、中央から染めて、で4つのオイル剤が入ってるので、本当にそれこそリップクリーム代わりにベースとして使うことも可能です。私これはこれでお客様の唇の色素とこう合わさった時にすごく透明感のある質感で出るのですごく素敵だなって。これだけでも良いかな、自分の唇が元気になった、例えば出るんだとしたら、はい、お客様のこう黒で統一されてる方であれば、さっき言ったちょっとこう、イエベイエベってしたのでちょっとブルーベースの、はい、中央から重ねていただいて、ニュアンスを変えていただくのもおしゃれかなと思います。もしくはこの下のベースを逆転させて
今つけてるバイオレットの上につけてもおしゃれかな、うん、唇潤うのいいですね。あでもブルベと指ミックスするっていう発想がなかったですね。ちょっと私雑誌の読み込みが甘かったかもしれないんですけど、あんまりそういう情報がなくて、うちがそうですね、資生堂ではそういうご紹介をしたりします。メーカーさんではどうかわからないんですけど、今すごくこうブルベイエベっていう言われてますよね。出てきて、もともと同じトーンです、まとめると、はい、まとまりがいい、ナチュラルな仕上がりって言われますよね。でも逆に反対色を使うと際立ちから出て華やかな印象になる。でもわざわざそれだけで統一する必要はなくって、今ってこう抜け感とか、はい、洋服だってなんかファーリーチェックとか、はい、すごくもう混合させていろんなものをミックスさせていくようになった時に、やっぱりそういうメイクもあっていいじゃないっていうことで、私どもはそういうメイクなんかもワンワンしています。どんな色でもうまく使いこなせたり、合わせ方によってはもう幅広い使い方ができて楽しめるんだよっていうことを知っていただきたいなって一つ思いますし、普段は どちらでこうレッスンとかされてるんですか。はい、私は全国を回っています。資生堂のビューティースペシャリストという存在です。で、各地公演とかセミナーをいただいたりしています。今日こちらのイベントに参りました。レッスンという今キーワードを出していただいたので、レッスンという話で言うと、最近ちゃんにある資生堂のストアショップがあります。はい、そこでパーソナルビューティーレッスンというのをやっていまして、なんか写真が撮れるのが上にあったりとかっていうとこですよね。はい、そのまた上の階にパーソナルビューティーセッションというものがあって、はい、お顔立ちを分析してその結果に合わせてメイクをするようなことをしています。でその中で、月3回ぐらいは金内さん、メイクありがとうございました。最後にプレゼントでこれいただきました。ティッシュケースでポーチにもなるタイプ、ブラックででもキュートなデザインですよね。今回すごいね、勉強になりました。イエベブルベミックスとツヤマットミックスで、もっともっと勉強したいなって方は資生堂のメイクアップのレッスンが受けられるみたいなので、下に書いておきますので、気になる方はそちらもチェックしてみてください。